はじめまして、おはようございます。ふめいです。さあ続きやっていきましょう。ホームルームが終わった途端、わかると修之助は教室を飛び出していた。早足で彼女が現れる可能性がある第二音楽室へと向かう。あれ、また開いてる。息を呑んで足を踏み入れる。しかしそこには人の姿も気配もない。ただ部屋に充満する甘いお香のような匂いが以前とは違っていた。無駄足だったのか。しかしここ以外で彼女がいそうな場所というと。ねえ修之助くん、これ。そんな風に考え込んでいた修之助をわかるは呼び止めた。わかるの視線の先には怪しげな装飾のされた小さな箱。骨董品屋に並んでいるのならともかく、この音楽室では明らかに異質なものだった。前に来た時はこんな箱なかったよね。確かにこんなに目立つものを見た覚えはないね。宝石箱には奇妙な模様が描かれていて、何やら仕掛けがあるように見える。怪しいよね。中に何か入ってるかも。わかるの好奇心が光る。挑戦してみようか。腕が鳴るね。鍵の差し込める場所はなさそうだ。どこから開けるんだろう。そこ板を外して無理やり開けちゃう。そうだね、裏もよく調べてみよう。よし、それじゃ分解開始ね。さあ行ってみましょう。裏返しにしてみましょう。なるほど。じゃあとりあえずはここを4つかな。これで底板を外せそうね。板を外したらまた何か出てきたね。なんだろうこれ、仕掛けになってるみたいだけど。なんだろうこれ。今回転したのはひねった周りのパネルだけだったね。つまりそういうこと？どういうことだ？どこに向ければいい？これは真ん中のネジをひねったら全部が回転しちゃったよ。でもこれって初期の向きじゃないかい？それってすごくない？どんな仕組みなのかしら。つまり真ん中でリセットできるわけですか。このパネル、凸型の模様が書いてあるね。いろんな方向を向いてる。これが鍵になっているのかな。凸で合ってたかな。表面をよく見てみようか。どこかにヒントとか。これはこの宝石だけ黄色なのはどういうことなんだろう。あれ、これ外せそうだよ。後から別につけたものなのかな。ナイフを使えば取れちゃうかも。黄色い宝石。綺麗に透き通ってるね。取ったはいいけど、何に使おうか。こっちは紫色の宝石がついてるね。ここは紫、真ん中はこの青い宝石だけやけに濁ってるね。そこに何か映っているような気もするけど。なるほど。ああ、はいはいはい、
い宝石がはめ込まれてる。濁っていてそこがよく見えないわ。これあれの向きですよね。OK、了解。さあ謎解きタイム。ね、どこから攻めればいいんだ。いいね、端っこから順調よく行ったらいけちゃった。ガチリ。あ、いい感触。カチリという音とともに箱は開いた。あっけないな、もう終わっちゃった。さてさて中身はっと。わかるが上機嫌で箱を開けると中から出てきたのは1枚の古びたカードだった。録画をしてるよ、大丈夫。何か書かれてるね。そらそら踊れ、天見て踊れ、踊り疲れて大間が解き、真っ赤なお日様追いかけ踊れ、そらそら走れ、天見て見て走れ、走り疲れて空は闇、月を睨んでとにかく走れ、そらそら逃げろ、前見て逃げろ、歩き疲れて鐘の音、またぎにさよなら、右見て逃げろ、踊って走って逃げたなら、悪魔は来ない僕らのお城。これ何かの歌詞カードみたいだけど。何かの暗号かもしれないよ。さっぱりだな。修之助が興味深そうにメモを取り始めた横で、わかるは首をかしげた。その時、あら、背後からの声とより一層強くなった甘い香りにわかるは振り返った。その姿を見た瞬間、ワカルは驚きのあまり硬直し、カードを落としていた。こんなところに何か用かしら、ワカルちゃん。な、私の名前を。見間違いだろうか。またしても突然、背後から霧のように現れた気がした。その人間離れした異様な容器に、ワカルは震えながらしかし声を張り上げた。なんで、どうして私を知ってるんですか。さて、なんででしょうね。唇に手を当て、上品に笑う。その挑発的な態度に、次第にワカルの恐怖は怒りへと転換されていく。あなたは誰なんですか。音楽室の魔女って、あなたのことなんですか。そうね、自分だけなら名乗らないのは失礼よね。私の名前は篠宮葵。紫の宮と書いて篠宮。この学園の3年生よ。篠宮。そんなことはどうでもいいから、私の質問に答えてください。あなたは魔女なの？そうじゃないの？時野さん。あらあら、本当に可愛い子。怪しく微笑む葵とは真逆に、彼女を睨むワカルの目は鷹のように鋭い。修之助はあっけに取られていた。目の前にいる彼女は本当に自分の知る時のワカルなのかと。彼女がそこまで敵意をむき出しにしている様を今まで一度も彼は見たことがなかった。え、彦道。わかる？静寂を破るように第二音楽室に入ってきたのは、わかるたちのよく知るクラスメイト。なんで、どうしてこんなところに彦道がいるのよ。いや、俺は、その…あら、彦道くん、いらっしゃい。今日も来たのね。今日も？ってことは、もしかして…ちょっと、葵さん。名前で呼んでる。弾みで口をついて出た言葉、しかしそれをワカルは聞き逃さなかった。何？どういうこと？
最近彦道の付き合いが悪いのもこの人のところに来てたから、私たちよりもこの人の方が大事なの。教えてよ彦道。わかる。時野さん、こめかみから油汗がにじみ出ていた。思考が目まぐるしい勢いで頭を埋め尽くし、爆発する感情を自分でも抑えきれない。頭痛がまた悪化したのかもしれなかった。だがただ一つ確かなことは、あいつは敵だ。わかるの中でマグマのような熱が吹き上がる。人を嘲笑うかのような余裕のあるどこか見下した態度。魔女だろうとなんだろうと嫌なやつ、絶対に許さない。ふふ、おっかない目をしてるわね、わかるちゃん。またやきもちなんてかわいい。それじゃあそんなわかるちゃんにもう少しだけプレゼントな。あ、葵さん、耳くらいいいでしょ。ふふ、ついに彦道の肩をつかんだ。そう思った瞬間には彼の耳に葵はキスをしていた。ちょっと葵さん、いい加減に。そうなんだ。え、その震える声に彦道は思わずわかるに向き直っていた。やっぱり彦道は私たちよりその人の方が。バカ違うって、これはそのバカって何よ。そうですよ、私はどうせバカですよ。その人みたいに色気もないし、どうせ私なんか。落ち着いて時野さん、さっきから少し様子が変だ。カジノのことはわからなくもないけど、とりあえず冷静になろう。う割れるように痛む頭を両手で押さえ、何かを振り払うようにかぶりを振る。うん、彦道なんか知らない。その人とどうにでもなっちゃえばいいんだ。あら、そんなこと言っていいの？私、本気でもらっちゃうわよ。どうぞご自由に。そんなやつでよろしければ。おい、わかる、待て。俺はただお前に。後で説明をお願いできるかな。僕はとりあえず時野さんを追いかける。くそ。修之助とわかるの姿が見えなくなり、彦道は手のひらの中のダイスを強く握りしめた。まるで何かやり場のない感情を抑えるかのように。最低。わかるは枕に顔を沈め、チタバタともがいていた。あの第二音楽室の出来事からすでに帰宅して、すでに数時間は経っていた。なのに胸で渦巻き続けるのは後悔と怒り。理由を告げずに先輩に会い続けていた彦道も最低ならば、あの時の自分も最低だった。なんで私あんなこと。記憶にはあった。しかし思い出すだけでゾッとした。まるで自分が自分ではなくなっていた感覚。もう一人の自分を見下ろしているようだった。口からついて出た言葉はあまりに攻撃的で、本当は彦道とも仲直りしたかったのに。ズキリ。え、また。不意に痛みを感じて視線を向けた左腕。思えばあの館で魔女の気配を感じてからこのあざが出て広がり始めた。魔女は獲物に口づけをしてマーキング的なことをするらしいんだ。口づけを受けた者はいずれさらわれ、魔女に食われてしまうんだとか。まさかこれが魔女の口づけ。私魔女にどうされちゃうの。急に全身を貫くような寒気がわかるを襲った。魔力や魔術が存在するとは思えなかったが、今日の自分の様子を振り返れば、あるいは。いや、もう何も考えたくない。タオルケットをかぶり、固く目を閉じて視界を完全にシャットアウトする。
修之助に言われた冷静さを取り戻すためにも今は寝て気持ちを切り替えねばと思った。なるほど。雨、また雨、しとしとと降りしきる雨、雨音、あたりには他に音もなく、夜気が迫る、夜気が迫る、まあいいや。祝、読めない漢字がいっぱい出てきたぞ。祝として佇む影はでいいのかな。さまよい、揺らぎ、そして見つけた。終わり？ここで終わるの？ちょっとそれは想定外。時間はまだいけるな。ではチャプター3、メームでいいのかな。カジノのやつ、本当にどうしたんだろうね。修之助の言葉に反応して分かるも後ろの席をちらと見た。朝のホームルームが終わっても彦道の席は空いたままだった。知らないわよ、あんなやつのこと。気にしちゃ負けだ。そう言い聞かせるようにわかるは顔を背ける。そういえば昨日音楽室で会った先輩のことなんだけど。瞬時にあのバカにしたような微笑が浮かび、わかるは途端に腹立たしくなった。しかしどうしてああもイライラしたのか自分でもよくわからなかった。今はそうでもなく落ち着いている。頭に血が上っていたのだろうか。時野さん、うん、聞いてるよ。続けてと手のひらを差し出して合図を送る。それで篠宮って名前をどこかで聞いたことがあると思ってたんだけど、篠宮家はうちとも昔から交流がある結構な名家だったんだ。名家？名家？名家だったんだ。へえ。修之助の祖父は有名な資産家でこの学園の理事長でもある。そんなすさみ家と交流があるということはそれだけでかなりのお家柄なのだろう。僕も昔一度だけ会ったことがあるけれど、人の良さそうな老夫婦だった。そしてその老夫婦の溺愛する一人娘が葵という名前らしいんだ。それじゃあ、うん、つまり篠宮葵は実在する人間、魔女という幻の存在じゃないんだ。なるほど、正体がはっきりしたわけか。端末の液晶画面を前にわかるはうなり、首を重くかしげていた。うなりでいいんだっけこれ。何か見つかったかい？そっちは？修之助は静かに首を横に振る。あれから音楽室を訪れてみたりしたが、鍵がかかっていて先輩の気配もなかった。仕方なく調べ物をするために図書室を訪れていたのだが、特にこれといった情報も見つからず、閉館時間だけが迫っていた。仕方ない、帰ろっか。そうだね。締め出される前に学校を出ることにする。何か尻尾を掴んでやりたい、そんな気持ちを胸に街へと歩き出した。森の館と先輩、何か関係がありそうよね。ここまで来たら直接聞いてみた方がいいかもしれない。調査を続けつつ彼女を探してみよう。どうしようね、また森行ってみるかな。森へ探索に行ってみる。まだ決定的な手がかりは得ていないけど、行くのかい？うん、そうだね。今はまだその時じゃない。他の場所へ行ってみよう。行けないんだ。本屋
さすがに旧校舎行っても何もないと思うよ。いけないところ多すぎない？選択肢として出す必要ある？これポチ行こう。ポチ開けるんだ。先輩はいないみたいだね。それどころか誰もいないみたいだ。夕闇に包まれる墓地に人の気配はなく、乾いた寂しげな雰囲気が漂っていた。どこか神聖で、なんとかかな空気も流れており、長居することは好ましくないと肌で感じていた。別の場所へ行こっか。そうだね。得られそうなものはもう何も残ってなさそうだし。全体が見える位置まで来ると、わかるたちは手を合わせてお辞儀をし、有益な情報を求めて他の場所へと移動した。さて、じゃあ商店街？制服のタイが青い黒髪の美人な先輩なんだけど。美人というとあれかな、いつだってか墓場の方へ歩いていくのを見かけたけど。墓ですか？まあ、なんていうかハッとするような美人の子だったね。真っ黒な髪の。もしかしたらそれは私たちの探してる人かもしれないけど。おじさんだったんだ。おじさん、鼻の下思いっきり伸びてるよ。もう美人に目がないんだから、またおばさんに怒られるよ。女房には言わないでくれよ。わかるちゃん、あれは怒らすと怖いから。前はちゃぶ台にひびが入ったって言ってたもんね。それはちょっと怖いかもしれませんね。そうだろそうだろ、ちょっと目が他へ向くだけで。それだから。深いため息を吐き出し、おでこのシワを寄せる。その数に苦労の度合いがにじみ出ているような気がした。とはいえ今どき長い黒髪ってのも珍しくなっちまったね。男の人って好きですよね、髪の長い人。そうかな。僕は時野さんみたいに快活さあふれる髪型好きだけどね。え？そんなまっすぐな目で言われたりしたら、恥ずかしいよ。はあ、青春だね。俺も高校時代に戻りたいね。戻りたいって、若い頃のおばさんともう一度付き合ったりするの？いやいや。どうせやり直せるならもっと美人でおしとやかな。あ、おしとやかな、なんだって？おばさん、またなんというタイミングで。これから待ち受けるであろう恐ろしい事態に、二人は小さくタバコ屋に手を合わせた。まったくあんたはやけに楽しそうに話してると思ったら私の悪口かい。いて、母ちゃん、耳引っ張るの気し取れるって。行こうか、俊之介くん。そうだね。あ、僕の瞳には君しか映らないとか言っていたあんたが懐かしいよと。うわ、母ちゃん、ご勘弁を。引っ張られていくタバコ屋を心配しながら、二人は早足でその場を去るのだった。さて、もうこんな時間か。今日はこの辺りでお開きにしよう。うん、結局決定的な情報は得られないままか。疲れた。家に帰るなり、わかるは大きく息を吐き出し、思い切り脱力する。今日も一日いろいろと調べてみたものの、結局ろくな情報が得られなかった。近づけているようで全くそうでないような感触。今日はおじいちゃんもいないみたいやし、家事はサボっちゃおう。例
冷蔵庫に貼られたメモを剥がして前のめりで階段を駆け上がる。うさ人形に抱きつくように転がり、花瓶に生けた赤い花を見上げる。相変わらずいい香り。少し弱ってきていたが、その甘い香りはまだ残っていた。吸い込むたびに疲労も何もかも溶けてしまうよう。ん？わかるはまぶたを閉じ、そのまま心地よいまどろみに身を任せた。声が聞こえた。呼んでる。これ誰の？呼んでる。喉がカラカラだった。ぼんやりとした目で目指すべき方角を見つめる。行かなきゃ。一歩、また一歩と前へ進む。見えない手が背中を押す。ああ、そうだ。早く、早く、あそこに。時野さん。声が聞こえた。聞き慣れた柔らかな声。やっぱり時野さんだ。え？ぼんやりとした視界が瞬く間に鮮明に変わり、現実へと引き戻された。そして目の前には、なぜか修之助の姿があった。こんな時間に出歩いて何かあったのかい？私。わかるはおろおろと辺りを見渡す。状況が把握できない。商店街にいる。それだけはまずわかった。私、どうしてこんなところにいるの？っていうか、え？なんでこんな格好？部屋着であることに気づき、わかるは自分の格好を隠すようにくるくると回る。それは僕の方が聞きたいかな。気づいたらここにいたんだけど。わかるは穴に入ってしまいたい気持ちを抑え、記憶を探った。確か普通に部屋で横になって、今日は早めに寝ようかなって。時野さん、なんだろう、腕が熱い。焼けるような痛みを感じ、視線を移すと左腕のあざが腕全体にまで広がっていた。修之助は倒れそうになったわかるを抱き止め、その腕のあざに驚愕した。なんだか呼ばれているような、そんな気がしたの。何かに引っ張られるような感覚。わかるは無意識のうちに森の方へと向かっていた。自覚なく出歩く。それはまともな状態とは言えない。まさかこれも魔女の仕業？五感とともに脳裏に様々な可能性が過ぎる。よぎる。依然として答えは出ない。だが、ただ一つだけ確信を持って言えることがあった。やっぱりあの館には何かある。自分がこれから向かおうとしていた方角を見据え、そこにあの建物を想像した。明日は休みだし、今度こそちゃんと調べに行かないと。恐怖心と探求心が混在し、夜の冷たさの中で使命感という炎が燃え上がる。時野さん、一つだけ言っておくよ。不意にピリッとした空気が伝わってきた。振り返ると修之助が真剣な目つきでわかるを見つめていた。人一倍強い好奇心も君の魅力の一つだと僕は思う。けれどその好奇心はいつか君を殺すかもしれない。まさに童話の中の女の子のように、結末がハッピーエンドとは限らない。それでも行くのかい？わかるはうつむき、しかししばらくして顔を上げた。うん、それでも私は前に進むよ。この世に解けない謎はない。開かない鍵などありはしない。そんな両親の言葉を思い出す。私はそれを証明し続ける。私はそうやって生きていくんだ。わ
カルはそんな固い決意を表情に浮かべていた。そう言うと思った。千代之助は失笑し口元を押さえた。そして爽やかな笑みを浮かべワカルと向き合う。僕も行くよ。時野さん一人にはさせられない。ありがとう、頼りにしてる。今は千代之助の優しさに甘えよう。笑う大切な仲間を前にしてワカルは明日陽明館に挑むことを決めた。かなり歩いてきたはずが、何度も同じところをぐるぐると回っているように感じる。次第に方向感覚がつかめなくなり、体力は消耗していく。一旦休憩しようか。風が木々を揺らし、日の光がまばらに落ちてくる。やっぱり むやみやたらと歩いてるだけじゃたどり着けないか。目印になるものもないしね。あそこはもともと孤児院だったっていうし、何か道しるべっていうか手がかりがあるはずだと思うんだけど。子供たちにもわかるような覚えやすい道しるべか。もしかしてあの歌詞。音楽室で見つけたあの箱から出てきた紙。ねえ修之助くん、あの紙メモ取ってなかった？うん、手帳に書き写しているけど。もしかしたらわらべ歌を模した何かの暗号だったんじゃないかな。なるほど、ちょっと待ってて。懐から黒い手帳を取り出し、修之助は二人の間で広げる。そらそら踊れ、天見て踊れ、踊り疲れて大間が解き、真っ赤なお日様追いかけ踊れ、そらそら走れ、天見て見て走れ、走り疲れて空は闇、月を睨んでとにかく走れ、そらそら逃げろ、前見て逃げろ、歩き疲れて鐘の音、またぎにさよなら、右見て逃げろ、踊って走って逃げたなら、悪魔は来ない僕らの後ろ。お日様だったり月だったり音楽に関係する歌詞が入ってる。真っ赤なお日様追いかけ踊れは西に向かって歩けということか。なるほど、夕日のことね。でも太陽とか見えないんだけど。それに関して抜かりはないよ、コンパスがあるから大丈夫。じゃあその後も月を睨んでも。結局は西に向かうという解釈で良さそうだ。とにかくその通りに進んでみよう。これまたぎにさよなら、右見て逃げろ、きっとこれのことだね。ひたすら西へ歩いていくと目立つ大きなまたぎが見つかった。右に曲がればいいのかな。おそらくは。あ、こんなとこにも花が咲いてる。マカルはしゃがみ込んでその花を見つめた。しかしそこでふとある考えが浮かんだ。数日前、初めてこの森に来た時、あの館の近くで嗅いだ甘い匂い。陽明館の周辺にたくさん咲いていた赤い花。この匂い、もしかしたら近いのかも。その時、どこからともなく笑い声が響いた。鳥たちが騒いでいる。ざわめく森の木々も威嚇しているよう。行こう。ごくりと唾を飲み込み、二人は森の奥へと歩き出した。雨？鼻先に冷たい感触。ポツポツと歯に水滴がぶつかる音が聞こえる。見上げてみるとここだけ少し頭上の枝が少なくなっているようだ。あれは。その姿を二人の視界は確かに捉えた。追いかけよう。影のように揺らぐその後ろ姿を追ってワカルたちは勢いよく駆け出した。
人影を追っているうちに、ワカルたちは再び陽明館へとたどり着いていた。気づけば雨も止んでいる。通り雨だったみたいだね。でも、なんだか気味が悪い。雨も、ここにたどり着けたことも、すべてが魔女の仕業に思えて仕方がなかった。まるで、自分たちの何もかもは手のひらの上でもてあそばれているような感覚。とりあえず入ろうか。扉の鍵は開いていた。歓迎されているのだろうか。前とは違った明確な恐怖を感じながら押し開ける。玄関ホールは薄暗かった。心なしか前回来た時よりもずっと闇の中で何かが動いた。クスクスと笑う声が反響し、まるで脳を揺るがすように届く。え？思わず声が漏れた。また来たんだ。闇にゆらりと浮かび上がった人物、それはワカル自身だった。な、自分と同じ服装、同じ顔をした何かがニヤニヤとワカルを見つめて笑っていた。何？何なの？突然の理解不能の出来事にワカルは戸惑う。そこに何かいるのかい？ぐっと肩が跳ね上がる。振り返ると修之助が不思議そうにワカルを見つめていた。もう一度闇を見つめるが、今度は何もいなかった。よくわからない。今のは何だったんだろうか。これもまさか魔女の仕業。冷や汗がこめかみを伝う。ワカルはただ困惑するしかなかった。いた気がしたんだけど。何か？何度も見直す。しかし闇はただの闇。見間違いだったのだろうか。ごめん、何でもない。とりあえず進みましょう。そうだね。で、これは？修之助が何かに気づきしゃがみ込む。その視線の先には水たまりが点々と続いていた。足跡のように見える。やはり先ほどの人影は館の中に入ったのだろうか。でもこれ、その足跡らしきものは時計の前で途切れていた。おかしいよね。何か仕掛けでもあるのかな。まさか壁を抜けたなんてことはないだろうし。とりあえずこの時計を動かせないか試してみよう。うん、あ、ずらせそうだよ。時計を動かすと裏に何かをはめ込むようなくぼみがあった。これはもしかしたら何か仕掛けがあるのかもしれない。ワカルたちは周囲の探索を始めた。さて、時間的にここら辺にしておこうかな。この会話パートがどこまで続くかもわからないので、今回はここまでで終了としましょう。セーブ。では次回から館の探索パートになりますね。次回からでいいのかな。次回ちゃちゃっと探索して戻るなんてことは多分ないとは思うんですが、まあ、とりあえず次回からと言っておきますか。次回から館の探索をやっていきます。ではここまで、ご視聴ありがとうございました。またね。